はい、ということで、字幕の動画をあらかじめ撮って YouTube に載せました。で、今字幕機能つけたので、みんなと一緒に見ていったらいいなと思います。行きましょう。いやー、どうなってるんだろうな。俺ちゃんと話せてたかな。どうだろう。ちょっとじゃあ、行きます。はい、マッチングしました。今日はですね、YouTube 機能にある字幕を、すごいすごいすごい。普段使ってたら、絶対に間違ったことを言ってる。つまり、僕が滑舌が悪いと思うんですよ。ちゃんと言えてる。あと、話すスピードが速いので、ちょっと遅めで、はっきりと物事を喋り、いやでもすごいぞ、実況をしていきたいと、まあもう始めてるんですけどね。ちゃんとあの日本語になってるね。いきたいと思います。で、あのサーモンランデー。サーモンランデー。ちょっと間違ってる。ちょっとバカ。サーモンランデーってなんや。間違えちゃいました。はい。ヘビ来たな。あ、ここやばいな。これここやばい。ちょっと虫って虫他のデカシャキをここやばいぞ。見てよ。やめてよ、そうやって攻撃するのやめてよ。なんだそれ。よいしょ。友情。でまず、蛇の尻尾を攻撃して倒していくと。で、今度も、肩パッドじゃなくて、なんだっけ鉄板か。鉄板の、鉄板かでないやん。お尻を打って倒す。お尻ね。ちゃんと字幕なってるかな。お尻えちゃん。お尻。お尻えちゃんって誰ですかね。これでお尻だけなってたら面白いな。逆に。あ、危ない。引っかかってる。でっかいの倒そう。爆弾倒そう。よし、爆弾も。いやいや、もうここら辺違うし。あ、倒せてなかった。ここら辺全く違うこと言ってるし。クソ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 。おい、クソの感じどうなってんだよ。汚いよ、そのクソ。ハイプレがやばい。ハイパープレッサーやばいね。おぉ、危ない。今ちょっと傘で味方守って、ちょっとかっこよかった気もする。何この人。自分だけど何この人。はいはいはい、はい、いっぱい倒していきますよ。ここにいる鮭たちを。ここにいる鮭たちを倒します。ここにいる鮭たちで何？オッケーで、今回の味方あれですね。池田君。海外の方ですね。僕日本のサーバーでやってるんですけど。北日本のサーバー。海外勢が味方におります。何人か。全員かな？やっぱちょっと滑舌が悪いのがね、これ。ちょっと個人的に思ったこと言っていいですか？ここら辺普通ですね。喋りづらい。まあ、そりゃそうだ。マジで喋りづらい。そりゃそうだ。これね、ちゃんとね、やってるとはいえ、ちゃんと話してる、はっきり話してるとはいえ、うん、もしかしたら、ダメかもしれない。なんかそんな気がする。いや、まあ、いいとこはいいけど、ダメなとこにチャンプとかダメなの。ないよね、YouTube のね、機能。ちょっと後で見てみたい。長い文字とかダメですね。ナイスです。味方ナイス。完全におかしい。これいっぱい倒していくよ。小鮭たち。そしてこの、鉄板にはボムを入れ、あ、同じとこ。同じとこ入れちゃった味方と。これここら辺とかもうクソだなぁ。これ倒す。オッケー、ぬるま19か、ね。外ぬれば19か。言葉にならないぐらいの。展開のダメでしょ今のは。モグラ倒し、鉄板倒す。ダメだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと打とっかな、ハイプレ。ハイプレ、ハイプレダメですね。ハイプレって言ったらもう完全アウトですね。足元打たなきゃ、死んじゃう。絶海とか怖いな。ハイパープレッサーで足場を塗る人、なかなか悪口やん。なかなかいないですね、足元を塗る人。あれ、入れてない。よし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 、味方が入れてくれたからノルマ行ったな。優勝勝勝。優勝勝勝、いいね。優勝勝勝。反応してくれるんじゃないか。滑舌よく、滑舌よく行きたいですね。昔ですね、戦場カメラマンっていう方がいまして、渡辺さんって方がテレビによく出てまして、出てましたね。あの方がとてもゆっくり話して、滑舌もよく、とても聞きやすかったので、ちょっと参考にしました。ここら辺、普通に喋れてる。知ってる方は知ってると思うんですけど、知らない子は、このペースがいいんだろうね、きっと。多分わかんないんですけど、だいたいこんな話し方。本当はもっと遅いんですけど、聞きやすい声でしたね、とても。なるほどね。もうちょい遅く喋った方がよく。ベーベさん。ベーベさんって誰ですか、ベーベさんって。そうですね。夜にはならないね。夜にならないから難しくないのかな？簡単そうだな。ハイパープレッサーも一発残ってるので。ハイパープレッシャー。まあ、ハイパープレッサー余裕があるときに打ちたいんですけど、今度プレイザー。ね、ちょっと、ハイパープレッサー言えないね。うまいこと言えないね。まあ、やることないしな。こ
誰も倒さないでいっか。アミ方倒したな。ちなみに今海外勢がボム入れてくれたんですけど、ラグでボミって何、回線の不安定でボムが入ってなかったのに、死にました。ここら辺意味わかんないから、ね、モグラが多分ね、俺にはそう見えたんですけど、ちゃんとできてるとこはできてますね。マジで酔っ払ってるみたいな喋り方してる。呆れてきた、呆れて。呆れてない。うほうほうよ、ゴリラみたい。ゴリラじゃないのか。助けてあげます。助けてあげて。ハイプレイ打ちたいですね。やっぱハイプレイ言えてないよね、ハイプリって。これ割って貫通させるか。オッケー。打たなきゃいけないとこあるか。よし。ノルマもう少しですね。あ、モグラでいける。もう、モグラが、モグラで最後のアウチ。あ、アウチ、カタカナなんだ。よし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 、ノルマ行きました。あとは、逃げればオッケー。楽しみだな、ちゃんとなってるかな、滑舌よく喋れてますかね。ちょっと後で確認してみようと思います。いや、確認したけどやばいぞ、これ。恥ずかしいとこ結構あるよ。19歳のとことかめちゃくちゃ恥ずかしい。今も恥ずかしいぞ、今も。危なまず。危なまずって。ナイスクリア。オーケーゾンマ。なんだよ、もう。みんなナイスクリア。謎いよ。あ、日本人だ。ここまで来たら謎いよ。できてるとかできてるんだよ。できてるところは。できてないとこ全くできてないんだよ。サーモンランだったんじゃないでしょうか。いや、どうだろうな。はいてな感じで、字幕できてるところできてて、全くダメなとかダメだったんですよ。で、多分、テンション上がっちゃって、興奮して、早口になっちゃったからなんじゃないかなとは思います。はい。とてもひどい実況でした。はい、ありがとうございました。